皆さんこんにちは、黒田真由香です。今日はですね、最近よく私がインスタグラムでもたびたびやっているこのハーフアップのヘアアレンジをご紹介しようと思います。まず先に使用していくヘアアイロンの紹介なんですけど、ストレートヘアの時と同じくこちらのクレイツのヘアアイロンを使用していきます。太さはこちら 26mm になってて、温度は180度で巻いていきます。それではご覧ください。はい、それでは今からヘアアレンジをやっていきたいと思います。まずですね、ハーフアップにした時のここの上の部分の毛だけ巻いていきたいので、表面だけ巻いていきます。もうこれは結んじゃうので結構適当で軽くで大丈夫です。大丈夫なんですけど、この作業をしないと髪が短いのでハーフアップが綺麗にできないので、しっかりと一応巻いた方が綺麗にできます。内巻き外巻き内巻き外巻きって感じで、まあ全部内とかでも大丈夫は大丈夫なんですけど、後ろも大雑把に巻いていきます。で、こんな感じに適当に巻けたら前髪を残して今からハーフアップにしていきます。前髪の部分は後で巻くので、だいたいこれぐらいかな、もうちょっとかな、だいたいこれぐらい、2束に分けて巻けるぐらいを残します。残しすぎると重たくなるし、残さなすぎてもあんまり可愛くないので、ちょうどいい量出していきます。まとめていきます。私ぐらいのボブの方は耳のところまでがっつり上げちゃうよりは、耳よりちょっと上からハーフアップすると落ちてきにくいです。で、手ぐしで整えていきます。私いつもヘアゴムも適当なんですけど、今回はこのプラスチックのゴムを使用していきます。高さ的にはこれぐらいです。私いつもこのぐらいの位置で結んでます。ゴムを結べたらちょっとキュッと縛ります。後ろはこんな感じに今なってます。で、ゴムで結べたらここの下に残ってる毛をすべて外羽にしていきます。全体をきれいに縦巻きする必要がないので、意外にこういうアレンジの方が時間を早く終わったりします。表面の毛を外巻きにしていきます。私側の短さだと多分中はね、当てなくてもそんなに大丈夫だと思います。もうあとこれだって前髪巻いてワックスつけてちょっと引っ張り出したら完成なんですけど、めちゃくちゃ簡単です。で、外羽にできたので次は前髪を巻いていきます。結構このアレンジは前髪が主役になるって感じなんですけど、私今前髪の長さはこれぐらいです。もし結構前髪が短い方でも横に分けれるのであれば、一緒に前髪も流して巻いていくといいと思います。前髪も一緒に取って、まず最初に外巻きします。で、こっち側は内巻きします。両方外にしちゃうと同じ方向に毛が反っちゃうんですけど、2つの束を逆の方向に巻くことで
ここになんか交わりができてすごく可愛いです。逆も同じようにやっていきます。こっちは最初に外、2本目を内に入れていきます。ここら辺にもちょっとボリュームがあった方がいいので、もう一度巻いていきます。で次は結構上の方から巻いていきます。はい、もうこんな感じで遅れ毛も完成しました。結構これはびっちりきっちり巻くっていうよりもルーズ感もポイントになってくる髪型なので、多少の巻き残すとかバラつきも全然そのままでいいと思います。でここまで来たらあとは仕上げです。今ここ結構結んだまんまでぺっちゃりしてると思うんですけど、これを引き出していきます。引き出すポイントとしては、今私結構頭の形がここがキュッてなってると思うんですけど、トップにもボリュームを出しつつ、もうちょっとこの横側にも今バランス的にボリュームが欲しいって感じです。なのでこう自分の頭の形の全体図を見て、自分のなりたい頭の形に合わせて髪の毛を引き出していきます。一番最初多分ね、トップを出していくのが簡単だと思います。やりすぎると元に戻せないので、少しずつ少しずつ出していきます。引っ張る場所としては結構結び目に近いところから引っ張り出した方が崩れにくいです。で今全体的にちょっとだけ引っ張り出したので、もうちょっと凹凸をつけるために今度はもっと細く引っ張り出していきます。そうするとバラつきが出て、さらにこなれ感が出ます。はい、こんな感じで引っ張り出せました。そしたらもうこれで最後の仕上げになるんですけど、ストレートのヘアアレンジの時にも使っていたミルボンのジェミールフランのバターを使っていきます。このくらい指先に取って指になじませていきます。で馴染んだら、まずは最優先は顔周りの毛につけます。一番多くつけたいところからつけていきます。手ぐしを通す感じで中間から毛先にかけてつけていきます。ここがある程度ついたら、次は外跳ねしたところの毛につけていきます。いや本当これね、時短だし手抜きに見えないのでおすすめです。ボブヘアの方、私結構髪短いんですけど、この髪型だとできるので、でがっつりここは手ぐしを奥まで通すようにつけていってください。残ったワックスでここのアホ毛とか産毛のところに塗っていきます。産毛をしまい込む感じで指を通していきます。はい、これでハーフアップアレンジ完成しました。これ撮ってる時間も今いろいろ作業を入れても20分経ってないぐらい、本当に時間もかからなくて簡単です。まあ、ハーフアップとか外ハネは本当に基本的なところなんですけど、この顔周りの遅れ毛だけちょっとしっかり巻いてもらえれば簡単にそれっぽく見えるかなっていうアレンジです。特に私ボブヘアだと雨の日とか湿気とか水分を含むと、せっかく巻いてもこう爆発しちゃったりするんですよね、外出すると。けどハーフアップでこの髪型だと湿気にも強いので、これからの時期にすごいおすすめです。本当に簡単にできる髪型なので、よかったら真似してみてください。それでは今日の動画はここまでなんですけど、この動画がいいなと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。
またねー。